はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第257回でございます。で、今回はですね、 YouTuber の収入ってすごいんですねっていう、すごい他人事な感じのテーマでちょっとね喋ります。ちょっと最近本当にびっくりしたことがあって、で、あと本田翼にびっくりっていうのと、これもタイムリーな話題だね。あとこの後生放送ですということで、まあ生放送に関するちょっと、まあルールっていうか、こういう風にやってきますよっていうのを簡単にまた説明していきます。そしてそこに書いてないんですけど、一個、ちょっと結構先の話なんですが、みんなにアイデアをちょっと聞きたいなと思って少し質問しますんで、よかったらお付き合いください。んでもってね、まずその YouTuber の収入なんですけど、YouTuber の人ってさ、YouTube ってみんなどうなんだろう、すごい儲けてるイメージがありません？自分が多分一リスナーだったら、Twitter とか見てるとさ、ほんとみんな美味しい、なんか高そうなご飯行ってたりとかさ、ね、金バーン使って動画撮る人もたくさんいるし、儲けてんだろうな、金回りいいな、みたいな風に思うと思うんですよ。で、俺も思ってたし、なんか同じさ、登録者、同じ数字ぐらいなのに、なんかすげえ金使ってるよな、そんな俺使えないんだけど、みたいな。で、思ってたわけね。で、やっぱ教育チャンネルっていうのは、まあ俺のね、俺自身の実力の、やっぱそのね、皆さんももちろんあるんですけど、やっぱ伸びにくいんですよ、教育チャンネルって。動画一本がなかなか回らないんでね。そう、だから、同じ登録者帯の人よりも、やっぱり収入が結構低めになりがちなんですね。で、まあ、それはしょうがないよなと思って。でもまあね、ちょっとずつ増えてはいるからさ、まあこのまま頑張っていこうなとかって思ってるわけなんですけど、この YouTube でさ、なんかおすすめ出てきてて、ちょっと名前を出さない方がいいか。とある YouTuber さんが、なんかテレビに出てたんですよね。で、なんか街中でインタビュー受けてて、その YouTuber 二人が、女の子二人なんですけど、で、それ別々ね。そう。で、どのぐらいなんですかみたいな。質問されてて収入が。100万いきますかって言って、聞いたら、ああ、行く時もあります、みたいな。二人とも。マジで？と思って。一月100万行くんすか？みたいなね。まあ、驚きですよ。で、まあ、自分よりもあんま変わんないけど、登録者がちょっと少ないぐらいな方だったから、まあ、人気なのは知ってるしさ、一本動画投稿すれば何十万再生って行く人たちだから、まあ、それは、そうか、みたいな。すごくない？一月100万ですって。あ、もちろんね、そのもっと上の方はさ、もっと単位も変わってくるだろうし、単位じゃないや、桁がね、変わってくるだろうから、そう、でもそれがなんか驚きだったんだよね。で、まあそれと同時に、なんか、いや別にもうさ、俺多分 YouTuber の中では結構年齢いってる方だから、こう、まあ20代とか10代で活躍されてる人たちがさ、これがどうなっていくんだろうなとかって、ね、長く活躍してくれたらいいなーとかっていう、なんかそんな感じで見ちゃうんだけど。でもその子たちはこれからどうなっていくのかなって。だって今輝いててもさ、5年後輝いてるかどうかっていうのはもちろんわからないじゃん。それはまあもちろん俺も含めてなんだけど。そう。それにしてもそんなもらえんだね。教育チャンネルでその辺まで行けたらいいんでしょうけど、いやー、なんかそれ聞くと本当言えないもんね。っていう感じ。あのね、まあ、これからさ、自分の動画を見てて、その、大学入ったらとか、パイツさんみたいな動画投稿しようと思ってるんですとかっていう方、たまにいてくれるんですけど、もうぜひぜひね、始めてほしいんですね。教育の、なんか動画上げてる人、いっぱい増えてほしいんで。ですけど、一個だけ覚悟しててほしいのは、本当に儲からないっす。特に最初。まあ、自分今40万いって、で、まあ、ここまで来れば、ちょっとね、まあ、いただけるようになってるし、まあ、生活に、まあ、そこまで困らない、贅沢をしなければ困らないレベルにまではね、来てはいるんですけど、それでも6年かかってるし、もちろん。で、ね、まあ、そのエンタメ系とかさ、ゲーム実況の方はあんまよくわかんないんだけど、そう、に比べるとやっぱ低いので、それもちょっと覚悟して、ぜひね、始めてください。熱意とか、その、学生のためとか子供のためっていう、そっちのモチベーションでぜひ頑張ってくれると嬉しいかなと思います。はい。いや、頑張るわ。頑張るわってすげえ思った。その映像見てて。別にお金が全てじゃないし、もちろんね。じゃないけどさ。なんかやっぱ教育だから安くてしょうがないよねって今言っちゃったけど、俺自分で言っちゃったけど、それは変えていきたいと思ってて。まあ一応、YouTube、教育系の YouTuber の端くれだからさ、自分も。ここまでいけんだよっていうのは見せていきたいじゃん。もしね、学生の子がこれから始めるってなった時に、例えばじゃあ、頑張れば一時10万円稼げるよってなったら、学生のうちの10万すごく大きいよね。アルバイトで10万稼ぐよりも、もちろん、まあ肉体労働的には簡単だし、そう。
で、もしね、将来先生になりたいとかっていう夢がね、そこにあるんだったら、いい経験になる。絶対修行になるもん。YouTube で勉強動画上げるって、いろいろ言われるから。そう、いろんなね。まあ、いいことも悪いこともあるけどさ。そうそうだ、そういった人たちが、どうせ頑張ってもお金儲かんないんだよなとかさ、お金入んなかったらもちろん、活動するのに活動資金は必要だから、だからそういった意味でも、自分が頑張んなきゃなっていうのはやっぱ思うよね。そういうとこもね。まあそういう話だよ。そう、ひとまずそれが驚きだったんだ。すげえ共有したくって。そうそうそう。っていう感じ。あと、本田翼にびっくりっていうのは、これ、22、前日の、夜今撮ってるんですけど、そう、まあ、日付変わっちゃったけど、今1時ぐらいなんだけどさ。本田翼がさ、女優のね、本田翼さんがさ、ゲーム実況始めたっしょ。そう、YouTube チャンネル作ったんだよね。で、昨日、初回だったからさ、ちょっと見に行こうと思って見に行ったら、まず何が驚いたって、同時視聴、そのタイミング、見てる人が14万人っていう。やばいね。もちろん初回だったっていうことももちろんあると思うけど、やっぱりこう、持ってる数字のレベルが違う。でね、あとね、ゲームがね、うまい。ちょっと始めてみましたっていうレベルじゃないよね。普段からめっちゃやってるよね。っていうのがすごいわかる。ゲームが好きなんだろうなっていうのがすごいわかるような方だったんで、まあ人気になると思う、これから。そう。で、結構さ、まあ自分はゲーム実況じゃないですけど、結構こう芸能人の方が YouTube 来ること多いじゃないですか。まあ草薙さんとかもそうですけど。で、そうすると、やっぱり、ね、結局 YouTube やってる人なんてさ、まあ素人の延長でしかないわけで、まあ言い方がちょっと、角があるけどね。そう。だとは思ってるわけ。だから、プロが本当に来てしまった場合、まあ、潰れるというか、いう風に言われる方多いんですけど、自分そうは思ってなくって、これまあ YouTuber だったらすごいチャンスだと思うんだよね。芸能人の方がこっちに流れてくるというか来てくれることっていうのは。なぜなら、まず単純に YouTube 見る人が増えるし、あとは、イメージが多少やっぱ変わりますよね。YouTube っていう。それはね、すごくプラス材料になると思ってるから、自分頑張んなきゃね。教育のプロの方が動画上げ始めたら、もう自分なんてね、ぽいぽいってなっちゃう可能性があるので、まあ、そうならないように精進しなきゃなとは思ってるけど、でもすごいいい流れなんじゃないかなと思います。で、あとこの後生放送ですということで、今これ8時に投稿しましたが、今日は10時半か11時ぐらいかな、11時前ぐらいになるかな、スタートをします。で、一応ですね、1週間に最低2回ぐらいは、一緒に勉強しようの生放送できたらなと思います。まあ、テストが終わるまで。まあね。で、金曜日に生放送できるときは、金曜日は雑談の回にします。緊急のことがなければ、と思っておりますので、まあ、よかったら生放送、タイミング被った方は、一緒に勉強したり、あと雑談したり、ね、遊びに来てもらえたら嬉しい。遊びとか勉強は遊びじゃないですけど、ぜひ寄ってもらえたら嬉しいのでね、ぜひ参加してみてください。で、最後なんですけど、毎年ですね、12月、まあ、1年の最後ですね。1年の最後に、こう、ちょっとおふざけ動画を撮ってるんです。自分、普段は全く撮らないんですけど。まあ、この前はあれか、ペヤングのエンドを食べたけどね。で、それで何をしようかなって今考えてて、いつもは質問コーナーとかやってたんですけど、まあ、それもまた、ゲームねえなと思って。なんか、その、年末ね、そのおふざけ動画のとこで、枠で、まあ、何やってもいいと思ってるんで、その枠。何やってもいいってもちろん、ね、その節度を守ったものですけど、そう、なんか、こういうのやったらどうすかみたいなのがあれば、コメント欄にね、書いていただけると嬉しいんで、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、ということで、まあ、今回はね、ちょっと YouTuber の収入ってすごいんですね、っていうお金にまつわるエピソードだったんですが、ここまでね、ご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回ね、ダラダラ上で何か喋っていきますので、よかったらそちらの方もぜひ参加してみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。